アジトーフーです。どうぞどうもー。はい、どうもアジトーフでございます。よろしくお願いします。まあね、2回目の配信ということでね、本当にね、はい、いずれ皆さんの前でちゃんとね姿を表してやりたいなというのはね本当に思いますよね。本当にね、会いたいですよね。やっぱお客さんがいて笑いが返ってくるというのがねすごく嬉しいですからね。ライブ感というのは ね、やっぱ配信のところ距離があるという話をですね、うん、今からまあ約2時間させていただきたいなと。無理、ね、本当に距離があるというのはすごく大変だなと思いますからね。なんで2時間かけてインターネットの説明するの。インターネットの説明は、まあ、本当タイプ G は流行ってきますからね。やっぱり、ね、始まっちゃうよ。何を普通に漫才を始めるの。まじまじ言っていきましょうか。よろしくお願いします。自己紹介させてください。はい。東京出身の山口と言います。はい。浅草が地元でございます。山口です。よろしくお願いいたします、ね。お願いします。今からはですね、浅草が地元というか、浅草が出身というかで、ね、迷いました。結果、地元を選ぶという。言わないでください。乗り越えようとした結果、地元が出身という浅草が。それはみんな分かってたことなので、今発表しておきます。大事、僕がですね、はい、青森県津軽で農家をやってました、はい、久保田と言います。よろしくお願いします。これはスッキリ言うんだろ。はい、僕はスッキリはありがとうございます。皆さんどうですか。はい。生で見る青森県民は。で珍しいもん、本当にネット上でもなかなか現れないで有名ですけどもね。現れない、皆さんも想像よりもね、年老いてはいないと思いますけども、まあね、想像だとおじいちゃんおばあちゃんが多いイメージだよね。青森県民は年金をもらうまでが若者です。違うよ。それまでは65、6もらってからが中年。もらってからが中年で、中年、ただ意味もなく病院に行き出したら後期高齢者、こういうわけが出たら出ていただいてますね。意味もなく病院は怖い、ね。でもね、頑張っていただければと思います。今日はね、顔だけでもね、覚えていただければなと。はい。はい。そうです、そうです。青森のコンビニは夜勤でも時給1000円超えないです。不思議ですよね。最低時給賃金がね、悲しいですよね。してます、東京とやってる商品も、サービスも一緒なのに。まあまあ。賃金だけが違う。そう、これが地域格差です。違うもんね。すげえ大きい話。日本でこんなことが起きてる。おい、何聞いてるか民主党。なんで野党なんだよ。せめて与党に言うから。本当にね。もうおかしいでもおかしいなとか、もうね、青森の子みたいにまともに働かなくていいわ。よくねえよ。だから差が違うんだから、働いてるのはちゃんと働いてる。もういらっしゃいませとか言わなくていいから。どういうことよ。いらっしゃいませは言わないとダメだよ。いらっしゃいませ。そもそも青森県民に、いらっしゃいませを正しく発音できてるやつがいねえ。黙ってっからだよ。なまりすぎてんだよ。こうなってんだから、お前。なまってるの、ビブラートみたいな、ね。青森県のイントネーションは、いい波乗ってんねん。いい波乗ってんねえよ。あ、もういらっしゃいませとか言わなくていいよ、もう。いらっしゃいませはちゃんと言わなくていい。もういらっしゃいませに限りなく近い、うるせえでいい。絶対ダメだよ。これでいいんだから。入ってきてうるせえって言われたら怒るよ。ピン。うるせえ。バレる。深夜バイトの遊びじゃねえんだから。なんでお前そう聞かれる、お前は。大体、都会の高校生より、金もらってねえ大人に、正しさ求めんな。悲しいこと言うな。都会の高校生の方が確かに間違ってて正しいんや、それが、お前は。いや、そういうなんかさ、いい接客だったら、じゃあまた行こうなってなるじゃない。コンビニとかでも、あ、ここの店員さんいいなってなってまた行くかもしんないじゃん。そんな理由でコンビニ行かん。確かに。近いから行く。便利だからだよ。もしくは、ゆうちょ銀行の手数料が無料だから行く。なんだその理由。この2個やから、お前。ゆうちょあんま考えてコンビニ行ってねえよ。だからもういらんだ。青森のコンビニに笑顔の接客もいらん。笑顔でちゃんと接客しなさいよ。マックがスマイル0円ならば、俺は無表情に10円出す。気持ち悪い。何そのそれぐらい間違ってていいな、それは、お前。10円、無表情だったら10円あげんの。何これってなるよ。そもそも青森県は神様のミスで生まれたような場所なんだから、お前。なんてこと言ってんだ、お前、青森県民がよ。この人ここに住ませよ。この人ここに住ませよ。あ、この人迷ったからここに置いとこうで置き忘れた場所が青森県なんだから、お前。お前、この形置き忘れんじゃねえよ。これはわかるだろ。何や、その形、そもそも。青森県こんな形してるだろ。意味わからんやろ、お前。こんな形で、こっち指、こっち指、こっち指、こっち山、四面楚歌やんか、お前。知らねえよ。青森す、お前は青森県民だから、青森県民を守る側に行けよ。なんか青森いいよ、みたいなこと言いなさいよ。なんでお前がどんどん下げてる。住んでた時はいいとこだと思ってた。ああ、そうだ。東京に来てみた。あそこは地獄だった。なんてこと言うんだって。自分が住んでたとこ地獄とか言ってんの、まだ住んでる人いんだぞ。なんてこと言うんだよ。住みたくて住んでるやつなんていねえ。そんなことないよ。ちゃんと青森が好きで住んでる人だっているじゃないの。おい、連れてこいよ、そんなやつ。おい。いや、おい、いいのか。それは知らない。おい、いいのか。青森県に住みたくて住んでるやつは、土の子ぐらいいないぞ、お前。なんで言うまで例えてたんだ。ごめんなさい、ちょっと怒りすぎましたね、本当にね。はい、まあ、ごめんなさいね。何が、はあ、ちょっとこう、切れすぎちゃったんで。あ、切れすぎちゃった。最後に本当に一番怒ってることだけやっててください。あ、なんか怒ってることある。
YouTube の睡眠用ヒーリングミュージックに広告入れてるやつ、マジで頭おかしい。